ラモス類さんをして素晴らしいとブロックも一つ、アプローチが良かったんですよね。早くて、なるほど。さあ第9回ラモスカップイン津山少年サッカー大会決勝戦、今空はまさにハレルヤー津山の青空にこの少年たちの会心のハレルヤーのプレー、邪魔、なるほど、カメラマンの位置にもラモスさんからの厳しい指示が。さあカメラマンも広まるレベルを求められているこの大会。さあ青のフレスコ神戸、いや行かせない、大阪豊中からやってきたサルバジソーザー、サルバを逆さまから読むとバルサになりますね。なりますね。フライのティキタカサッカー、いや行こう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 、本当に全員が今日のこの今ねピッチ出てる選手たちが全員やっぱうまいんですよ。本当にうまい、久しぶり見たよこういう化粧が。うわそこまで言わしめる、お世辞抜きで、はい、去年も来た時にもレブ高くなってるなって大会だと思ったんですけど、いや今日の化粧性がはるかにね去年よりがねやばい、あやばい、いただきました、本当にみんな上手で第9回を迎える、いいサッカーやってるよ両チームとも、素晴らしい。さあ仕掛けていく1対1デュエル